北村恵里、北村恵里、北村恵里、1987年8月16日隊は、日本の女性声優、タレント、歌手である。フリーランス。所属レコードレーベルは六冠ミュージック。東京都府中市出身。愛称は、北里子役時代の芸名は、岡村恵里。声優業へ移行後は、現在の本名で活動している。 1987年8月16日に東京都府中市で生まれる。母親がアニメ、声優に興味を持っていたこともあって、幼少時よりアニメ好きだった。そのため当時から声優になりたいと思っていたが、他の勧めもあって、当初は子役として活動した。ズッコケ三人組、安藤慶子役などに出演。爽やか三組、1997年度版や、 ウルトランダイナなどにもゲスト出演経験がある。2003年、一般公募の VS オーディション2003、ポニーキャニオン主催に、北村恵里として参加し、グランプリを獲得、同年テレビアニメ、ラストエグザイル、タチアナビスラ役で、声優、デビューを果たす。2004年には、自身も出演した、テレビアニメ、マーメイドメロディーピチピチ、ピチピュア、セイラ役の、オープニングテーマ、 Before the Moment で歌手としてもデビューした。2005年、ブラッド、大人しさや役で主人公役に抜擢される。2007年1月1日に、それまでの広瀬プロジェクトから、より声優色の強いカレードスコープに移籍。子供の時間、九十輪役、ポテマヨ、森山素直役、ダンボール千機 W、ジェシカカイオスなど多くの作品で主要キャラクターを演じるようになった。 2009年11月30日をもってカレードスコープを対所。12月1日よりアーリー・ウィング所属2012年8月8日にアーリー・ウィングの系列事務所であるアビリティ・ソウル・プロへの移籍を発表した2014年6月1日再びアーリー・ウィングへ移籍2015年夜のヤッターマン以降はタイムボカンシリーズの3悪の 女ボス役を演じている。2019年1月1日、所属事務所のアーリー・ウィングを退所し、フリーランスで活動することを、自身のツイッターで発表した。クールな女性役を得意としている。デビュー当初はヒロインにおいて、男性に対して釣れない、俗に言う、ツンデレ役が多いが、逆に、九十輪のようないわゆる、アプローチをかける役柄の演技を人に見られるのが、 はずかようで出演作のアンターを見てしまった際には、テレビの前でも抱いていると語っている。小春日和では、メイドロボのヒロイン、ユイを演じたが、もうとにかく必死だったと語っている。最初から最後までユイが登場する上に、乗りつっこみの激しいキャラであるために、第一回のアフレコでは酸欠になったこともあり、これだけ喋ってるのが、アニメではあまりないんじゃないかというくらいセリフが多いという。 共演者の近藤大高由紀はものすごく頑張っていたと語っている。特技の一つに他の声優のモノマネがあり、自身の出演するラジオ番組でしばしば披露することがある。2013年10月12日、街遊びにて声優ユニット月猫メンバーとして徳島観光大使に就任。キャラクターソングのほか、自身名義でも歌手活動を行っている。 ポニーキャニオン、ランティス、キングレコードのスター・チャイルドを経て、トムス・ミュージックへ、レーベル移籍。2012年2月8日に発売した、スター・チャイルド3枚目のシングル、ハッピー・ガールが、オリコンシングル週間ランキングで、初登場5位を記録し、自身初となるトップ10位を果たしたほか、7月25日に発売した初アルバム、RE ストーリーでも、 オリコンアルバム週間ランキングで初登場5位を記録した。2013年5月22日には、北村エリミュージッククリップス、同年6月26日には、北村エリファーストツアー2012あるストーリー、と2ヶ月連続で映像作品をリリースした。2015年以降は歌手としての活動はなかったが、2016年10月21日に、 アメージングソウルフェス2016イン上海へ出演して2年ぶりに活動を再開。同年11月1日にトムスミュージックへの移籍を発表し、2017年3月22日にミニアルバムを発売。同年10月28日にロッンミュージックへの所属が発表された。声優ユニットとしては、井口ゆ香との、エディユカ、今井あさみとの、 アーリー・ベインをそれぞれ結成している。また、オリジナル曲はないものの、神様のいない日曜日テーマ曲リリースにわせて小松、三菓子と北腰として、プロモーションを展開。2013年アニサマでは、ブラックホーリーとハッピーガールをデュエットした。食べ物で好きなのは甘いもの、ラスク、エクレアなど、嫌いなのは苦いもの、コーヒーなど。好きな漫画家、イラストレーターは、 大暮れこれ人、西、イーデンなど。また、自身も、イラストや漫画を描き、雑誌のインタビュー記事でも掲載されることがよくある。かつては、同人誌活動も行っていた。同じ女性声優のヒカサ子のことを、演技は大好きだけど大嫌い、愛ゆえにと語っている、諏訪部純一の生放送。より、2009年度に出演した、フレッシュプリキュア、青のミキ。 キュアベリー役については、制作発表の会見時、シリーズが始まった時は TV で見ていたので、自分が関われるとは思っていなかった。あの頃の視聴者としての気持ちと、今後の作り手としての気持ちの両方を力に変えて、頑張っていきたいと抱負を語った。声優界の先輩、林原めぐみの娘にもキュアベリーとして、ボイスレターを送ったことがある。中学時代は、 囲碁部と文芸部とパソコン部を掛け持ちしていた。また、文芸部とパソコン部の部長を務めた。自身のファンのことを、鍛えリストと呼ぶ。特に、男性ファンを、鍛えリストバラ組、女性ファンを、鍛えリストユリ組と呼ぶ。2012年9月1日以前は、ブログの他に、ツイッターにてファンと双方向での交流をしていたが、希望、中傷の被害を受けたため、 所属事務所の判断によりツイッターアカウントを停止し以降の交流はブログの発信のみとなった。後日アカウントを事務所スタッフ管理の下で再開した。ごく稀に本人は更新することがある。ふとじはメインキャラクター。ふとじは放送中。はインターネット配信。ふとじは放送中。はインターネット配信。楽しくご覧になりましたら。 高読と良いです。クリックしてください。